ニューヨークピラティスビデオポッドキャスト、カサリンです。キンバリーです。今日のエクササイズは、ボスを使ってスワンダイブです。まず、ボスの真上に乗せて、自分の骨盤はてっぺんに乗せてください。そして、自分の強さで自分の足を支えてください。両手は肩の真下です。だから、脊柱全体で伸展しています。これもスタートポジションです。そこから息を吸って準備、そして吐いて肘を曲げて、大臀筋を使ってこの形をキープしながら前にいて、そして吸って肘を伸ばして戻ります。吐いて前に倒れて吸っていきます。間違えのはこの辺の伸展をなくすこと。そう、まあ一番最初に頭をぶつけしやすいからそれをやめください。危ないですから。もし膝が曲げたらそれはハムストリング使いすぎています。これは本当に大臀筋のためのエクササイズですから、一番メインのはお尻の筋肉です。吸って伸ばして、あと1回だけです。吐いて倒れて、そして吸っていきます。はい、それはボスを使ってスワンダイブでした。もし私たちのニューヨークスタジオピラティスフェスとか養成コースとか商品について興味がありましたら www.pilatesonfest.com までお問い合わせください。バイバイ。